金子浩一のコクリエーション。今日からネット番組コクリエーション始まりました。このコクリエーションってどんな意味なんですか？はい、コクリエーションって正式には英語にある言葉ではないんですけど、共同創造っていうのをコクリエーションっていう名前で使っていきたいと思っています。で、例えば男性と女性、陰と陽、光と闇、そういうものがですね、双子座の時代のメインのテーマでした。で、二極対立からその二極和合、必ずしも一緒になるという二極がなくなるわけではないんですけど、その二つの極がお互いに交流することによって新しい創造が生まれるんじゃないかなというのをそういう意識して付けた名前がコクリエーションです。特に今喫緊の課題でいうと男性と女性の問題とか、都市と田舎の問題とか、あとはその会社と従業員、そういうふうなですね、支配する方と支配される方、いろんなものが二極対立にしているためにいろいろ解決策が見えないんですけど、二極が新しい形でパートナーシップを選ぶことによって何か。新年明けましておめでとうございます。本日からね、新番組が始まりました。コクリエーションです。皆さんこんにちは。今日からコクリエーションの司会をさせていただきます、深月ゆりやと申します。私は普段はポーランドの魔女とアイヌのシャーマンとの家系に生まれましたので、魔女の仕事として、人々のお悩みを聞いたりチャネリングをしたり、魔術、死の魔術、この魔術をやったりしております。そしてこちらが今回の番組の企画者であり主役でいらっしゃいます、株式会社シャープで開発者をされておりました金子浩一さんです。こんにちは。よろしくお願いします。お願いいたします。そしてこちらが、ラボリティという会社を経営していらっしゃいます、ヒーラーでいらっしゃいます、本堂室原静子さんです、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。そして同じくヒーラーで、イヤーコーチング、イヤーコーニングをしていらっしゃいます、本堂亜希さんです、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします、今日はですね、ヒーラーに、なんとシャープの天才シャープの天才にヒーラーに魔女というちょっと変わったメンツで番組をお送りいたします。では、ちょっと説明だけをさせていただきますと、今回コクリエーション共同創造っていう名前の、番組を、作ろうと思ったきっかけっていうのは、見えない世界の情報と見える世界の情報を、共同して新しい流れを作れたらなと思って企画しています。はい。で、2018年の年初にあたって今年がどういう年かとか、そういう情報をいろんな形で取りながらやっていきたいと思います。はい。で、それ先ほど、ヒーラーという紹介させていただきましたけど、チャンネルでもある本堂さんと野川さんの情報を取りながら、はい、場合によってはゆりやさんの、はい、情報も取ってもらいながら、はい、いろいろそういう情報を取っていきたいと思います。はい、始めたいと思います。ということで、2018年どんな年になるか、多分視聴者の方々が皆さん気になることが多いことかと思いますけど、去年末ぐらいから、本当世界がいろいろと変わってきましたよね。対外的に言えばトランプさんがエルサレムに米国大使館を移すっていう発言をされてから、すごく中東情勢の雲行きがおかしくなったり、そしてやはりトランプさんが一員ではありますけど、北朝鮮情勢もね、今雲行きがどうも怪しくなったりしておりまして、そして国内ではね、安倍政権、安倍政権が引き続き暴走しておりまして、はい。そして、これはね、後ほど増山玲奈さんっていう、この番組の監督さんが少し出演してくださるときにも語ってくださると思いますが、今、Me Too っていうね、女性、レイプされた女性がようやく立ち上がったっていう、はい。運動が、アメリカのハリウッドから発祥して、で、日本では伊藤詩織さんのレイプ事件が問題になっておりまして、いろんなメディアでようやくメディアの、メディアだったり出版社だったりにおいて、女性がね、どうしても男性の下にあるっていう、男女差別があるという、はい。そして、男性に対して媚びを打たないといけないという、
そういう、まあ、男女差別がまだ日本は少し根強いところがあります。はい。そういったさまざまな問題がこう年末ぐらいからね波及してきまして、今日はそういったことをお二人にぜひチャネリングしていただこうと思うんですけど、まずは何からいきましょうかね。分断体がいいですか、はい、エルサレムの話がいいですか。エルサレムの話からいきましょうかね。はい、はい、じゃあちょっとねイメージの中で、はいはい、なんかこうエルサレムの話についてなんかこう答えてくれそうな人呼んでもらっていいですか。誰が来ました、はい、名乗ってます。ハタ、ハタ、ハタ氏、ハタ氏の、あの日本に来たハタ氏ですね、はい、で、あのハタ氏のなんかこう、多分その代表みたいな人が多分来てると思うんですけど、うん、その人にまずメッセージ聞いてもらっていいですか。州長、省長、うん、州長、長だって言ってます、はいはい、でさっきから言ってるのは、うんうん、日本はとても、うん、ユダヤ、イスラエルと、うん、縁があると、うんうん、縁があると、はい、これからその引っ張っていくのも日本だと言っております、うん、はい、なるほど、引っ張っていくのが日本、はい、そう、引っ張るというのはどういう意味で引っ張るんですか、うん、国際情勢において、うん、こう現在のイスラエル・パレスチナ問題を解決のためにリードするのか、うん、目に見えないところでですね、はい、表舞台ではないと、うん、言っております、はい、ひょっとしたら北と南の、イスラエルの問題って聞いてもらっていいですか。そうと思うの、まあ、エルサレムと東エルサレムという場所がありますよね、はい、でトランプさんがエルサレムの方に米国大使館を移すと言っておりまして、うん、でそれに対してパレスチナはじゃあ東エルサレムをパレスチナの首都にしてしまおうという動きが今ありますね、うん、その問題って関係しますか。エルサレムと東エルサレムの2つの首都が出てくるのかなという。2つの首都、はい、が出てくるのかっていう質問です。はい、うん、どうぞ、まず聞いてください。ちょっと日本とその関わりっていうのは、また別個なんで、別で。別です。今、畑さんが来てる話っていうのは、はい、イスラエルの問題をまずちゃんと整理してよねっていう話ですよね。はい。で、ちょっと背景の話をちょっとさせてもらえようかなと思いますけど、はいはい、日本の、まあ、ユダヤ人トライセーズって多いんですけど、決定的に抜けてるのは年代の話なんですよ、はい、で最初に失われた中部族っていう人が来たのは紀元前のかなり前なんですよ、はい、でその後に平安奈良時代から平安時代にかけてきたのはユダ王国の人たちなので、まあ、キリスト教は結構引っ張った後なんですよ、はい、でユダヤの中でも北と南のなんか対立みたいなのが実はあって、はい、でもその辺の話が関係してそうな気がするんですけど、はい、ちょっと話さないその十二使徒って言ってるので、はい、十二種族って言ってますので、はいはい、その種族のうちの、はい、何種族かが日本に来てるんですね、うん、なるほど、はいはい、何種族か一つじゃないっていうことですね。そうだからそこでもやっぱ分類をしていると、はいはいはい、それを一つにまとめるのが、うん、今言っているのは、うん、これからなんだって言ってはいます、うん、日本の役割というのはそういうことですね、そういうことですね、はい、まあ、現実的な話で、はい、そのイスラエルで今起こっていることとはちょっと違うけど、その元になっているのはその辺が関係しているというみたいな、ね、それが、うん、全て変えていくって言っておりますので、はい、今この方が、はいはいはい、なのでそこを、うん、霊的な分、上からの分も変えていく力になるっていう感じですね。なるほど。もともと畑氏っていうのは後から来た方ですよね。もともとの、イスラエルの十種族、失われた十種族の人って、かなり前に来て、はい、で、ちょっと行き先は分かんなくなった人たちですよね。はい、で、その後、畑氏が来た時には、その人たちももう行方不明になってた。まあ、正確に言うと、多分東北の方に移ってたと思うんですけど。だと思いますが、でも、
今言ってるのが、この方が、うん、ヤタガラスって言ってるのかな、はい、ヤタガラス、うん、聞こえますけど、ヤタガラスは、はい、あの関係してるのは分かるの、はいはい、なのが、もう全部散ってると、うん、はい、ですよね、はい、言ってますよ、はい、もともと、ちょっと背景を説明しておくと、はい、最初に日本に来た時に、その、エッセニ派の人たちって来てるんですよね。はい、で、エッセニ派の人たちって、まあ、日本で言うと修験道みたいな感じ。はい、里にいずに、山に、ユダヤ、イスラエルでも、同じように山で修行してた人たちなんで、はい、日本に来ても同じような人たちだ。だから、その、山の民とか、サンカとか呼ばれる人とか、まあ、忍者とかですね、踊り巫女みたいな人って、うん、結構エッセネ派と結構共通なんですよね。はい、で日本に来た人たちがそういうふうに多分日本全国に散らばったという、はい、そういう話だと思うんですけど、そうですね、そのすぐにだからそれは、うん、それブレーン、うん、はい、持っているので、うん、何かあるとすごい結束なんですね、うん、はいはい、で情報が、うん、はい、すでにこうできていると、情報すでにできていると、はい、情報は通るパイプができているって、はい、なるほど。で2018年にそのなんかこうイスラエルの人たちの話が日本でこう変化することっていうのはどういうことって聞いてもらっていいですか、その人を表に出てくる、表に出てくる、要は表面化して何があったかが分かる、分かる、初めて知るでしょうと。はい、で前そのチャネルリングでコンタクトしたイスラエルの13種族 の、はい、レビュー族の人たちも多分いてると思うんですけど、はい、うん、多分東北の方をイメージしたら出てくると思うんですけど、そうです、東北に、はい、これ出てきます、はい、なんかメッセージないか聞いてもらっていいですか、東北と沖縄、うん、沖縄にも行ってるかもしれない、はい、なんですかね、顔が似てますね、うん、似てますよね、はい、ね、ちょっと顔立ちが、そこが分かれていってると言ってます、はい、イメージは今来てますけど、はい、この方に何を聞けば、はい、メッセージ、その2018年にあたって結構ね、レビ族の人ってなんかね、かわいそうな人たちなんですね、うんうん、失われた十種族で日本に来て、うん、実際正式な再出張だったのに、うん、後で来た畑師たちが来たので、うん、正式な祭司長ではなくなったというか、うん、表向きに認められてないような感じで、でももうそれも必要がないって言っておりますよ、うん、必要がない、もうそしたらもうこだわりはなくなったんですね、はい、分かりました、なるほど、そこに重きを置いていったら進まないって言ってます、うんうんうん、なるほど、はい、分かりました。そう、2018年、うん、ズバリイスラエル・パレスチナ情勢で紛争激化しますかね、そして激化した場合、日本の自衛隊はそこに関与はしますか、それは、それ誰に聞けばいいんでしょうか、ね、逆に社会的なこと、私の分身に聞いてみてもらっていいですか、はい、パレスチナに自衛隊が行くか行かないか、はい、ということですか、はい、行かない、行かない、あ、うん、よかった、行かないということで、うん、ちょっと安心を、分身が入ってます、はい、はい、じゃあ違う、私の分身だけじゃなくてもう一人ね、ちょっと呼び出してほしいんですけど、その人からの情報を取ってほしいんですけど、比叡山ってあるじゃないですか、比叡山、はい、比叡山のとこにジーパン姿のちょっと若い、若いって言ってももうちょっとした年かもしれないんですけど、そういう人が出てくると思うんですけど、そういう人を呼び出してもらっていいですか、比叡山って空海さんって空海さんじゃなくてね、その若い人が出てくるんですね、出てくるはずね、その人にそのイスラエルって落ち着き、ゆるい感じの人ですか、ゆるい感じですね、その人に、はい、イスラエルって落ち着きそうって聞いてもらっていいですか、2018年に落ち着くかっていう質問に対しては、うん、まだ、うん、何年ぐらいに落ち着くって言ってる、スピード具現化するのが早いから、う
2020年超えたぐらいですか、うん、そうですね、うん、20年を超えると、うん、もっと早いんだね、うん、もっと早くなる、いろんな動きが早くなるということですね、はい、これはちょっと私なりの仮説で、はい、ちょっともう一回ちょっと情報を取りたいと思うんですけど、はい、イスラエルの救世主と呼ばれる存在って3人いる理解が正しいよねって聞いてもらっていいですか。はい、うん、で2人がイスラエルですよね。イスラエル人ということですか。イスラエル人かイスラエルにいるか。今の、うん、はい、はい、で、一人が日本ですよね。うん。イスラエルのメシアと呼ばれる人が実は二人いてて、うん、それは今イスラエルにいてて、うん、アロンのメシアと呼ばれる人が日本にいてて、うん、その人は、合計3人含めて、はい、正しいですよね。はい。で、その人たちの、役割って大体、役割というかミッションは終わりそうなんですよね。それもちょっと聞いてもらっていいですか。ミッションが終わるか。うん、そう、その救世主のミッションみたいなのがあって、さっきのその比叡山のお兄さんに、その比叡山のお兄さんがアロンのメシアなんで、うん、その人に聞いてもらったらいいと思う。この3人でやっていくことは、うん、終わるか。終わるかっていうか、まあ型がつきそうかどうか。今年度でですか。うん。今年度必要なことは終わる。なるほど。で、順調にいってるという理解でいいんですね。でもなんか、見えているのが、うんうん、常に3人 3,、はい、3で動くみたいな感じのイメージができますね。3一体。3一体で、はい、はい。今後もっといってる。ですね。で、イスラエルのメシアって光と闇の2人のメシアという理解でいいですよね。あ、だからこんな感じなんだ。はい。はい、色が、はい、そうか、三位一体カバラの原則ですよね、うん、だから三人カバーラって言ってます。カバーラですね。ヘブライ語の発音がカバーラですよね。はい、結構こだわってますね、うん、カバーラですね。はい、そこはなぜなんだ。そこは、まあ、カタカナになっちゃったから、うん、カタカナヘブライ語みたいになっちゃったから、うん、そう、うん、そのユリアさんが言った現世的な話で言うと、はい、今年に終わることはないかもしれないけど、はい、日本が巻き込まれることはないかもしれないって少し安心します。自衛隊はパレスチナに行くことはないということですので、よかった、日本のメシアも言ってますけど、ね、はい、さっき そのイスラエルの関係がある程度分かってきたことによって多分日本が行くという話が消えるんでしょうね、その情報の雰囲気から行くと、はい、はい、ですね。他のすごい人です。はい。他にもなんかユリアさんなんか特にこういうことを聞きたいとかありますか。はい。あとは北朝鮮ですね。うん、今北朝鮮情勢が去年よりずっと緊迫化しておりますが、北朝鮮に関与した戦争が起きるかですね、北朝鮮とどこが戦争をするかっていう問題もありますが、うん、アメリカと戦争をしたら間違いなく、一瞬のうちに北朝鮮は火の海となりますけど、うん、ただもう今メディアがしきりにアメリカと北朝鮮の一戦火は止まるって言ってますけど、ただ実際にはまあ可愛さ余って憎さの方が出てきて、中国と戦争する可能性もあるという指摘もありますね、うん、そのアメリカと戦争するにしても中国と戦争するにしても、その時日本は戦場になってしまうかっていうことを伺いたいんですが、いかがでしょうか。まず私の分身にまず聞いてもらっていいですか。戦争が、起こった場合、金子さんが言ってるのは、間違いなく日本は巻き込まれる。巻き込まれる、起こった場合ですね。起こった場合ですね。はい、そこにでも、文春金子さんは、重きを置くなって言ってますよ。うん、なんか、そうですよね。そこにフォーカスをしすぎてはいけないって言ってて、なるほど、アランなんとかさん、メシア、あ、はい、アランのメシア、アランのメシアが、はい、その方も言ってるのは、こうじゃないか、ああじゃないかって言ったらキリがないと、はい、そうじゃない方向で持っていくのに、はい、
もっと人数を集めてみんなでそれをしろって言ってますよね、うんうん、まあその先生になる確率がそんなに多くない可能性が高いよっていう多くないですね、うん、はい、なるほど、うん、じゃあ北朝鮮情勢も大丈夫という相手にしてはいけないって言っておりますけど、はい、日本が相手にしてはいけない、日本もですけども、うん、他の諸外国も諸外国もです、相手にしてはいけないという、ほっとけばいい、なるほど、ほっとけばいいという、そう、ただね、うん、ここでこれを言ってしまったらまたその子がわーっとクローズアップされるから、うん、はい、うん、口をつぐんじゃってますけど、いや、そうなるほど、うん、なるほどね、まあ、子供の喧嘩のようなものか、おたまな関与するなっていう、ね。あ、でもね、もともとね、たぶんね、ちょっと違う要素があると思う。ここで多分言っていいのかどうかは分かんないんですけど、うん、北朝鮮の国の成り立ちみたいなのが多分ちょっと特殊なんで、はい、確かに。そこが多分影響してるんだと思う。はい。あと、今かな。それから、あ、そうか。地理が分かんないんですけど、うん、イスラエルの12何とかが来てる時も、うん、そこの北朝鮮にもいるんですよ。はいはい、はい。だから日本も、うん、一緒。というか、まあ、これ言うとね、陰謀説っぽくなるから、ちょっと、はい、あれなんですけど、北朝鮮と日本って結構つながってると思う、うん、そういう感じ、まあ。貿易の取引はありますよ、秘密裏に、はい。そういうのもあるけど、まあ、これはもう推測だけで何もエビデンスがない話なんですけど、はい、第二次世界大戦ありました、はい、で日本軍が負けました、はい、で大陸に渡ってた人たちがこう日本に戻ってきたらアメリカとかの支配に入るって分かります、はい、ということは戻らずに向こうに潜伏してた可能性があると思います。でその人たちが朝鮮動乱の時に自分たちの国を作ろうと思って作ったのが、はい、あの国なんじゃないかなと個人的に思って、はい、中国からも来てますよ、中国からも来てる、だからそういった意味では、うんうんうん、そういう 絵を見せてもらってるので、うんうん、敵対とか、うん、それが悪いものだっていうのは、うん、いい感じに思ってないですね、このアランメシア、うん、なるほど、さあそういう意味でちょっとはなんかややこしいかもしれないですけど、結構戦争リスクは意外と少ないのかもしれない、ずっとね、はい、なんか紛争は続くかもしれないけど、はい、そこにフォーカスしちゃえばそれが大きく上がる、なるほど、はいはい、じゃメディアも煽りすぎっていうことですね、メディアがダメだ、はい、っていう感じで言ってますね、はいはいはい、あ、そんな感じだと思う、うん、じゃあ、なんか他の質問ありますか？はい。まあ、現在、アメリカから始まっている MeToo 運動ですか？レナさん入りますか？うん、レナさん、はい。もう MeToo に関しては、ぜひ、レナさんにね、お話しいただきたいんですけど、うん、まあ、芸能界に限らず、女性がね、男性に媚びを売ってる社会が、うん、まあ、どこの国にもあるんですけど、特にアメリカのハリウッドでは強くって、そして、まあ、日本の男女差別も非常に激しい国でして、この MeToo 運動によって、ようやくその女性差別とか、女性が媚びを売る社会に問題点が投下されましたが、レナさんいかがですかね。はい、はじめまして、映画監督の増山レナと申します。先日ですね、アメリカの、はい、ゴールデングローブ賞の授賞式で、うん、みんな、ブラック。で、あれのメッセージとしては、今まで、その権力のトップの上の男性たちが、女性に、レイプをしたり、パワハラと一緒にセクハラをして、というようなことに対しての抗議の声が、去年の10月に上がった。はい、これに対して私もそう思うっていうことなんですよね。はい、そうですよね。で、はい、世界中でこれが広がっている状況があります。でもそう、日本では伊藤詩織さんが、うん、山口紀之氏、はい、元 TBS のワシントン支局長に、レイプをされたという、ことを訴えて、逮捕直前まで行って、はい、で、そこで、うん、逮捕直前に、それが取り消されて、はい、で、当日取り消されたということがありまして、はい、なんか日本ってその世界の潮流からすごく、なんか距離を取ってるなっていう気がしています。うんうん、ただ一方で、今日フランスで声が上がったのが、女性たちがやりすぎじゃないかと。あ、そういった声を同じく、ね、はい、同じ、女性の女優さんがですね、うん、カトリーヌさんが、訴え、そういうふうに言って、そしたらもう
男女の営みであるとか、うん、男性が女性を口説けないような世界は嫌だわっていうことを言って、うん、ちょっと、行き過ぎなんじゃないかという声もあり、はい、でもそれが上がったことに対して、あなたはいいけれどももっと声を上げられない女性たちもいるんだし、あ、それは有名なあなたは綺麗でね、うん、財産もあってもうレイプされないかもしれない でも弱い立場の人はそうじゃないんだからって、こうまともや議論が2つに分かれてるような状況があります、はいはい、私自身はこの動きに対して何らかの日本、そして一人一人の私たちが、うん、じゃあこの問題どうやって関わっていくの、うん、どう考えるのっていうことをディスカッションしていくことに意味があるなと思ってまして、うんうん、今まで見て見ぬふりをしてきて、組織の中で生きるためにはどんなにお尻触られても、もう我慢して勤めるしかないとか、これは女優さんに限らずいろんな業界の方が感じていると思うんです。一般の会社でもそうですよね。こう上司がお尻ぐらい触るの普通みたいな、はい、そう思ってる人も日本には結構いますしね。はい、新人多いだとそれがまあしょうがない我慢しようみたいなことになってしまったり、はい、これはどうすべきなんですかね。どうすればいいんですかね。まずちょっとね、背景の話をチラッとさせてほしいと思うんですけど、はい、アセンションっていう表現がちょっとね変わるんですけど、アセンションっていう話に対してこの、はい、2、3年前ぐらいからずっと巨大な夫婦喧嘩の仲直りみたいな話をしてたんですよね、うん、結構個人セッションの中でそのムーの女神とアトランティスの男性神のこう仲直りみたいな話結構出てて、うんうん、ムーって結構女性の時代だった、うんうん、でアトランティスって男性の時代で今も結構男性の時代が、うん、あれしてるんですけど、そういう二脚対立がこうやってたんですけど、多分それが解消する時代なんだと思う。で基本的に、ね、何が正しいとかなくて、多分ね、ルナさんが言ったようにディスカッションが結構大事だと。なるほど。水上座の時代っていう言葉を聞かれたことありますよね、はい、水上座の時代の前って何座だったと思いますか。水上座の前、うん、水上座の時代の前っていうのは2000年間魚座の時代だったんですよ。あ、そうか、うん、で魚座ってね、こうシンボルがあるように魚が両方違う方向向いてるんですよね、うんうん、でね、二極対立の時代、うん、だから男性と女性とか精神と物質とか、その東と西とか陰と陽とか光と闇とか、結構ね、二元対立がこうずっと世の中を支配してたと思う。でそれでね、だんだんね、水上座の時代になってなくなっていくんですけど、水上にバランスが取れていくってことですね。はい、ああ、なるほど。だからその時に摩擦が起こるんですよね、絶対。なんか今までみたいに正面衝突はしないんだけど、お互いにこうバランスを取るためにいろんな議論が出てくると思う、うん、でもそこに関してはもう議論が出るとしかないと思う。何かこの話はいろんな方とするんですけど、私の姉が、うん、某メディアの中で働いて、うん、結構頑張って働いてるんですが、その姉が言ってたのが、女性が、うん、女性側も悪いんじゃないかっていうことを言ってて、うん、なぜかというと、その男性社会の中で、安易に権力の近くにいれば仕事があるんじゃないかというふうに近づいていく女性にも罪があるんじゃないかということをおっしゃってました、言ってました。で、私自身も、若い頃は、まあ正直言いますと、レイプをされた経験もあります。でも確かにその時に、自分のスキルではなくって、この権力がある人、仕事をくれそうな人、確かに魅力的なんだけれど、そこに近づ、こう、あ、簡単に、自分の努力をせず、近くにいれば仕事があるんじゃないかみたいな、うんうんうん、そういった弱い気持ちもあった気もしてます。なるほど。で、もちろんそれは被害者の方を責めるということではないんだけれども、男性が悪いのか、女性がいいのか、どちらが正しいのかというより、両方とも悪いところもあるし、そうですよね、両方とも良かったところもあるし、うんうん、何かそのバランスをまさに水がめですよね、はい。それを取っていくことが大切かなと。持って、まあ、レイプにしろセクハラにしろ女性だけではなく男性も受けてますし、まあ、私の知り合いの
俳優の卵のイケメン君たち、二人ぐらいがね、まあ、70歳ぐらいの男の社長に、これを強制されたんです、個室。ちょっと、あの、芸能で結構番組ありますよね。そうなんですよ、個室に、はい。これをやってくれれば、映画で役を上げるみたいなことを、そう、二十歳か22歳ぐらいの男の子たちがされてるんですよね。うん、そう。だから、女性だけではなく、男性の被害者もいるということなんですよ。だから、MeToo にもう少し男性も参加してもいいじゃんとは。いいですね。そうです。男女で MeToo やればいいとは、はい。日本は、これは言いたいんですけどね。あの、ベッキーがお尻をね、叩かれて、うん、で、あの、蹴られて、あれが大晦日で民放で一番視聴率が良くって、うん、で、みんなそれを、ガハハハハって笑うんですよ。今、テレビを見ない方も多いので、知らない方も多いかと思うんですが、あれ笑ってはいけない。笑ってはいけない。のね、はい。で、うん、それについて、あの、同じ番組で、ダウンタウンの浜田さんが、エディ・マーフィーの格好で出てきて、黒人差別じゃないかって、黒く塗ったのが黒人差別だって、ニューヨークタイムズでも批判されて、うん、あの、海外メディアに批判されたんですけれど、はい、日本って確かに国際的な人権感覚から取り残されてる。うん、しかも同じ番組で女性の暴力に対して声を世界中で上げてる今、お尻を叩かれる女性を目の前で男性たちが笑ってるっていうね、これはいけないなと思うんですが、さらに日本のこう根が深いなっていうのは、ベッキーさんがそれに対して、番組で、ある番組で、あの、タレントとしてはありがたかった。うん、確かに視聴率もいい、注目される。いじってもらって。いじってもらって。で、それは、あの、不倫の過去もあるし、こういった形で出るのがありがたいっていうことを言ったんですけど、でもそれ、ベッキーさんがありがたくても、暴力を目の前で見せられる子供たちが、そして私たちがその映像を自然と見ていくことによって心が変わってくるようなところもありますし、なんか、いいメッセージをメディアの中からもっとどんどん発するように変えていきたいなぁと。日本はちょっとそこが取り残されすぎてて、で、誰も議論すらしてこなかったところがあると思うんですが、できたらそこを変えて、もっと金子さんのようないいメッセージを伝える番組を増やしたり、あの、人が暴力、いじめる弱いものは、あの、どんなことしてもいいみたいな、そして、どんな暴力を受けても、声を上げちゃダメみたいな、これは変えていきたいなと。男女ともに。本当にそうですよね。はい。これはどんどん言っていいんだと思うんですよ。はい。あの、ちょっとね、スピリチュアル的な話をちょっとだけしても、はい、あの、させてもらいたいんですけど、はい、ワンネスの話って結構ずっと一時期言ってたことがあるんですけど、あの、多くのスピリチュアルの人の思ってるワンネスとはちょっと違うんですよね。あの、多分将来来ると思われるワンネス。なんでかっていうと、あの、価値観が多様化した中でみんながこう協調できるようなワンネスのはずなんですね。うん、あの、一つの価値観でみんなを統一するっていうのはファシズムに近くて、確かに、あの、うん、今の宗教のとかスピリチュアルの人が言うと結構それに近いの、縄文だったらもう縄文の価値観をみんな見習いみたいな話があって、多分そうじゃない、みんなあの結構いろんな価値観を持って並行する、並走するっていうような価値観の世界が多分次の世代と思うんですけど、まあ、そのところに行くためにはいろんな価値観が出ないといけないと思うんですよね。あの、例えば暴力、まあ一応肯定とまではいかなくてもある程度容認する人と絶対ダメっていう人たちとか、こうやっぱり結構ね、議論がね、ものすごくね、この2、3年ね、いろんな形でいろんなところで起こると思う。うん、それは議論するのは結構大切で、あの、答えを出すのは大切ではないんですね。あの、いろんな表に出すことが大切。表に出すのが大切なんだと思う。表に出ないと、今話をしているときに出てくるイメージは糸掛けマンダラと一緒なんですよね。糸掛けマンダラ、あの、はい、いかようにどういうふうにいくでしょう、うん、あのイメージだから全部表に出てこないとダメなんですよ、うん、あの、うん、そう、価値観がね、表に出てこれは私の価値観に合ってるとか合ってないとかいう感じのがどんどん出てくると思う、うん、であとそれをあの選択するか選択しないかとかどう距離を置くかっていう話が多分次のステップで出てきて、結構違うレベルのなんかこう調和みたいなのが、まあ数年先か十数年先になるかもしれないんですけど、まあ、それまでの調整期間は結構いろいろ揉めると思う。まあその逆に言うとその間は結構自分の表現した方がいい。私はこう思ってますとか、ああ思ってますとか。の
暴力的なことが当たり前のように日本で今ある状況がずっと続いてたと思うんです。うん、特に最近は目に余るような。うん、でもその中でこういろんな人が心を萎縮してしまってる、うん、ところがあると思うんですが、はい、これが業界全体、例えば芸能界でも CD が売れていなかったり、うん、映画もヒットしてなかったり、うん、でも同じように様々な産業で日本製品が、以前に比べて売り上げが落ちていたりとか、金子さんのような新製品がなかなか出てこなかったりする、この停滞感がつながってると思うんですよ。で、一人一人がもう少し解放されていった時に、なんか様々なアイデアが出てきて、うん、そうすると今までいじめてた側と言われてたおじさまたちであるとか、うん、もう含めてみんなハッピーになる状況が生まれるんじゃないかな、うん、日本全体が元気になるそんな状況が作れるんじゃないかなって、うんうん、なのでどっちが悪いのかっていうのを犯人探しじゃなくって、うん、まあみんなどっか悪いとこあるんで、まあ、犯人も追い出したいんですけど、あんまり暴力的な権力のトップにいると思ってるような人も、まあ、追い出したいなと思ってるんですけど、それと並行して、両方の側の立場の人がみんな、ウィンウィンになる方向性を探していきたいなと思ってます、うん、犯人探しはね、基本的に思考停止なんだよね、はい、そうですよね、問題を解決するっていう話にいかないんですよね、うん、誰かが悪いと思った瞬間にもうそこで考えが終わって、そこで思考停止が、はい、そうで、何かを解決しようと思ったら、うん、それがあれなんですよね、うん、で、まあそれは病気の名前つけて、なんかこう医者が終わってしまう、なんかこう治療じゃないけど終わってしまうようなと一緒で、誰かが悪いって言ったら解決しようという感じプロセスに入らないので、やっぱり多分何か問題をどう解決するかっていうのが結構大切なんだけど、あんまりなね、でちょっと時間があれなんで、うん、ゆりやさんの方か もう最後になんかこうみんなに今日聞きたいっていうか、なんかあります？はい、そうですね、これは政治とか、まあ、社会情勢を抜かして2018年全体的に、うんうん、気をつけるべきこととかって何ですかね、はい、まあ、気をつけるべきこと、はい、またちょっと私の文章みたいなのを聞いてもらっていいですか、はい、気をつけること、はい、あれこういうことをやった方がいいとか、気をつけるべきことですね、こういう傾向が全体的に世界に流れているか、こういうことを気をつけた方がいいとか、うん、こういうことをやった方がみんな全体的に幸せになるとか、そう、うん、やっぱ個々のレベルがあるので、はい、何とも言えませんけどって言ってますが、まあ一番はもう、うん、どんなことにおいても枠にとらわれちゃいけないって言ってますけど、ね、枠にとらわれてはいけない。なるほど。じゃあ先ほど金子さんがおっしゃったこととちょっと似てますよね。はい、こう犯人探しをしてはいけないと、そこで思考停止をしてはいけないと。で、あとは社会がね、いろいろ変わると思うんで、はい、過去の常識が通用しない話が増えると思う。うん、だから、過去はこうだったからとかいうことで、あんまり思い込まないっていう意味での枠を外すという意味があると思います。なるほど。自分の固定観念ということですね。その枠の中には、はい、とても一番大きいところがあると思うんですね。はい、マインドコントロールっていうのもある、うん、あると思いますし、うん、それを分身金子はやっております。うんうん、ちなみにね、分身金子の説明だけしておきますと、はい、その普通の普通の人っていうのは起きてる時って肉体がオンになって霊体がまあオフみたいな状態なんで、はい、でそうするとね情報が出てこないんで、自分の分身をアストラル体の分身を設定して、でその自分の分身に聞くようにしてる、はい、なるほど。そうすると肉体がないから、はい、霊体はオンになってるんで、はい、自分が本来起きてる時には入らない情報が消えるんで、自分の分身にちょっとチャンネルさんで聞いてもらうという、そういう感じでやってるんです。なるほど。じゃあ宇宙と直接的につながるんじゃなくって、自分自身の分身に聞くっていうことですね。はい、なるほど。宇宙に直接つながるっていう話はね、あまり細かいディテールは出てこないと思う、はい、何でも OK みたいな話が大体多いんで、まあ宇宙善悪もないし、そうなんですよね、何がいい何が悪いっていうの宇宙には存在しないですもんね。確かに、なんか現実的な話っていうか現実的な話はなんかそんな感じで聞いた方が情報が取りやすいと思う、そうか、
なんか勉強になりますね。私は割とアカシックリーディングみたいに宇宙とつなげてやってましたけど、うん、そうか、本当に瞬時に出てきますよね、情報が。さすがです。まあ、そんなこんなで、はい、まあ、ちょっと初回というか、はい、あの今日はあのなんかこう、はい、試行錯誤的にやってますけど、ある程度ちょっとクロージングというか、紹介してもらっております、ね。はい、まあ、今日はもう盛りだくさんでしたね。イスラエル問題に、それから北朝鮮情勢に、そして MeToo の問題に、そして2018年、やはり固定観念を外すこと、フィルターを外すこと、枠にとらわれないことが重要ということが何よりありました。はい、というわけで、こういった形で次回のね、はい、金子さんの分身に、はい、はい、いろいろ、まあ、世界情勢どうなるかから、まあ、個人的な悩みでもいいのかな、いろんなことをお伺いしたいと思います。はい、今日は、はい、コンクリケーションご清聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。